シャルメマサコです。今回はタイトルにもあるようにこちらベルギーでマラソン大会に参加してきました。私は、ね、21キロに今回挑戦しました。で、実は3年ぐらい前に、ね、ホノルルマラソンに出場したことがあって、その時はフルマラソン 42.195キロを完走しました。でなので今回もね、42キロにフルマラソンに挑戦したかったんですけれども、実はマラソン大会の次の日が実技試験だったので、ホノルルマラソンね、以前参加した時に次の日も足がガタガタになっちゃって全然歩けなかったのを自分で分かってるので、さすがに実技試験ね、その状態で受けるわけにはいかないということで、今回は21キロに挑戦しました。で結果としては21キロ2時間14分のタイムでね、完走しました。で今回のマラソン大会はやっぱりコロナの状況で普段通り の状況ではできなくって、オンライン開催という形で、決まったコースはないんですけれども、一応開始時間全員一緒で、自由なコースで、タイムとか地図を、ね、こう記録して、それを運営側に提出して、それの結果でメダルとかをもらうという、感じになってます。なのでね、なんだろう、大勢でみんなでこうゼッケンつけて走るとかいう感じではないんですけれども、まあ参加してきました。私はね、友達と何人かでね走ったので、その様子をね密着してくれたので、私はねこう走ってるとどうしてもあんまり撮影するね余裕がなかったり、まあ、大変なので、マネージャーとしてについてきてくれた子が自転車で、ね、並走しながらお水くれたり、なんか荷物持ってくれたり、あとは、まあ、その撮影をね同時にしてくれたので、その動画をまとめて今回お届けしたいと思います。ではね、ちょっとオープニングが長くなったんですけれども、早速どうぞ。はーい、ハロー。マラソン大会です。42キロ、42キロ、42キロ、16キロ。頑張ります。空はマネージャー業です。服とドリンク持ってバイク乗ってもらいます。眩しいんじゃん。頑張ります。レッツゴー。Camera counts. I run faster.
stay two kilometers. Oh. We should look like running out of 21 now. All right. In case we don't make it. That'd be great. We can take everything in this first section. Right. Okay, the first kilometer. 10th kilometer, please. 10th kilometer. 10th kilometer, please. Go. Okay, nearly there. 40th kilometer. 14th? 40th. What? Fuck you. I'm like, why are you here? Why are you here? I'm dead already. Effort. My ankle. Just do your best. Try and enjoy the weather. I am. Good luck. My left leg is dying. Still alive. Just hang in there. Enjoy the weather. Think about something else. Beautiful day. たるの私行き止まっちゃうのそうだっけそうなの本当に本当嘘だ行き止まらないよどうして渡ったの 4.5 キロこっち行ったらどっかでほらあそこや曲がなきゃいけないのあの自転車の人たちもみんな曲がるのかな曲がる前から速い人来るこっちにどこのか自転車超多いね、うん、
しみ。あれなんだろう。Pretending to be fine, huh? Of course I can run. I'm not really dead. As if your face is on red. I'm supposed to go 42. I shouldn't be tired yet. And I'm supposed to go 60? Right. Oh no. Oh, no. Did I stop? No, I didn't stop. Yeah, it's recording. 本当だ、本当だ。本当だ本当だ。まさかが正しかったです。こっちが密着されてる気分だね。そうだ、情熱大陸に。そうね、かっこいいこと言ってよ。今をときめくみたいな。奈良を代表するって言ったから。奈良を代表する。奈良を代表する。嬉しい。くそ。なんてこった。サイゼ。行こう。渡っちゃえ。見なし。何あれ、トランポリン。川がなくなって馬が増えてきたね。めっちゃいるじゃん。ね、あ、いる。まさかの何キロ言ってるんだ。 7.148。 それまた自転車来た。Thank you.
9キロ。ドリンク上げてきたらちょっと。Hey. How you doing? Exhausted. They're crazy. They're so good at running. Can't even see them anymore. No.I don't know what that bridge is doing though, look. Yeah, it's been like that for 5 minutes and I don't see anything coming this way. Yeah, taking a break. If that's taking a break, we can't cross the river. Yeah. We'll swim across. You will. I will. I won't. Hey. It looks like it's gonna rain.Yeah, it was forecasted to start raining at 11 o'clock. It's about... windy, right? Yeah. U ターンしたとか言って。U ターンした。帰るぞ。11.6 Thank you.
Oh my god.はい、行った。来た。はい、行った。ルカスゴールしたよ。16キロゴールした。イエーイ。一緒にゴールした。イエーイ。今18キロ。あれは50年前ヒマラヤに行ったおばあちゃんの話も聞いた。ヒマラヤのマチュピチュみたいな名前のマチュピチュじゃない山に登ったって。5500メートル。これ知らないおばあちゃんの話。ね、ルカスの話も聞いた、うん、まだ走ってるって走ってる？走ってるらしい。まだじゃなくて今は走ってるって意味かな。まだじゃなくて前見た時は走ってなかったけど。まだ待って。偉いね。すごいじゃん。偉いよね。すごい。すごいね。どこにいるんだろう。あ、そうなんだ。すごい。それはあと1キロ。風すごい音鳴ってそうだね。風が強い。だんだん曇ってきた。サクファイト。飲み物取るわ。うん、あとでゴールしてからでいい。見えてる。うん。ああ。お疲れさん。やったー、喋るぞ。はい、いかがでしたでしょうか。こういう感じでね、21キロ完走しました。すごくね、多分、まあ動画がね回ってると、なんだろう、笑顔も意識するし。まあ、21キロ自体はねそこまで大変なんだけど、なんかもう死ぬぐらいではなかったので、まあ、もしかしたらこうめっちゃ余裕じゃんって思ったかもしれないんですけど、そんなめっちゃ余裕でもなかったです。ただまあすごくね友達と走ったこともあって楽しく走れて、ベルギーでねなんといってもマラソン大会にね挑戦できたっていうことがすごく私は嬉しかったです。またね何か機会があったら来年もね、来年ね実技の試験がちょっと被らなかったらフルとか走ってもいいかなと思ってるんですけど、また何かねあったら、皆様にお届けしたいと思います。それでは、長い動画でしたが最後まで見ていただいてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。